Alright, I hooked my PlayStation with PlayStation Mouse, but for this one, during recording, I pressed the button, the left click, really, really hard, and the button inside, it just sticks down, so every time I try to do left click, and I do that right here, I try to go to CD player, it's non-responding, so it's unusable right now. I still can't move, but it's still unusable. So, I got a new mouse. Right here, a brand new one, Pro mouse for PlayStation. It's really smooth and compared to the original there. So let me hook this one up. Okay, I hooked it up and it's not really much responsive on this mat. So let's give that try again. And there we go, now it's modding. Okay, it's not really much responsive when I play on a desk either. So got on the turf. Using a play mat. Right there. Okay, let's test that out. Yes, that's much better. So, yep, not too bad. Responding really well. That's all the memory cards. It's really pre-owned one. Pre-owned memory card. Master Ranger. And that's the... That's those images of the memory card, or those, HornedOwl. Yeah, and that was really fine, and we gotta use this to play through it. For this video, we'll be playing a Japanese import, HornedOwl, with no commentary during playthrough. So I'll try to make it less noise as possible, so you can hear the soundtrack and the characters' voices, so you can hear it clearly. If you like this video, hit the like button and share this video with your friends and your followers. Enjoy the video. Thank you.
game configuration. Solo player mode. Level check. Okay. ロメオより37へ。メタリカはサウスブロック3区と4区のアーケード方面で無差別攻撃を繰り返しながら北へ移動中。まもなく敵との交戦状態に入る。了解。ロメオ、見つけたぜ。逃がすか。民間人が多いわ、気をつけて。なんてことを。クソ。の一部はサウスブロックの近くの地高速方向へ進行中。了解、このまま直行する。とアップタウンを結ぶ橋よ、橋にダメージを与えないで。そんなこと敵の奴らに言ってくれよ。
市街地からもこの地点へ集結してきてる。気をつけて。消滅？後方に敵接近。どっからこんなに出てきやがるんだ。コントローラーは引き続き被害の状況を報告せよ。本部へ、こちらロメオ、データを転送します。首都空港がメタリカのテロ目標にされているらしいという情報が入った。警戒のためにチャーリーとロメオを派遣する。以上。壊しすぎないでね。民間人もいるんだから。空港にテロなんて、勘弁してほしいわ。まったく俺たちがこれだけ出動してるんだ。来た奴らは全滅させてやるぞ。ええ、入り口は全部固めて油断しないで。敵反応、こんな近くに一体どこが。クロス、来るわ。いや、来たか。潰してやるぜ。空港正面入り口に敵反応。この様子じゃ入り口の警備網は突破されたわ。後ろからも来てるわよ。オーケー。障害物の影に隠れてるわ。任せろ。
緊急通信よ。チャンネルオープン。こちら東ゲート部隊だ。警戒網を突破された。敵は空港へ侵入した。すまん、誰か空港へ応援に向かってくれ。ここはなんとか持ちこたえる。空港職員と逃げ遅れた民間人がいるのよ。ターミナルゲートのチームから応援要請が出てる。人命優先だわ。了解。バリ、ここは頼む。早く行け。こっちもすぐ片付けて応援に行くぜ。非常事態発生。空港は現在封鎖されています。ターミナルビル内に残っている人は空港職員または飛行機動隊の指示に従って避難してください。占拠するのが定石よ。なぜターミナルなんて攻撃するの？男性空港職員へ緊急業務連絡。緊急時対処マニュアル D7 へ移行。マニュアル D7 へ移行。現在飛行機動隊HornedOwlが事態の収拾に当たっています。広い場所は落下物などで危険です。避難可能な人は地下 B エリアのシェルターへ進んでください。怪我人がいる場合その場を動かず救助を待ってください。
クロス、建物の外にも敵反応多数。外からも撃ってくるわよ。気をつけて。クロス、大変だ。旅客機がこの空港へ向かってるらしいわ。なんだこれ。こんなドンパチの中に降りてくるなんて正気じゃないぜ。油圧系統に故障が起きて緊急事態。飛べる範囲には降りられる場所が他にないらしい。旅客機はあと15分後にランディング態勢に入るわ。滑走路を警備して。あするんだから。でも大丈夫だったろ、俺一人でも。まったく。ロメオ、戦況と空港の被害状況を報告せよ。ロメオより本部へ戦績を転送します。情報部からのネタで奴らの基地が分かった。いよいよ勝負だ。これで終わりだといいんだけど。ドロドロしてるぜ。まあいいじゃねえか。一番テンスな侵入口が分かったんだから。にしたってネズミじゃねえんだからよ。臭くなっちゃう。警備が甘いぜ。いくら裏からって言ってもな。所詮奴らもアマチュアってことさ。油断するのは早いぞ。敵の首謀者ブレアーは経歴も不明。簡単に逮捕できるとは俺は思ってない。ベテランさんは慎重だもんな。おい、舐めてかかると怪我するぞ。チクロスには言われたくないぜ。オスセーターでは本流に出るはずなんだから。本流はこの角を曲がってきたら。いいさ、これで足くなってきたぜ。冷静に行け、忘れる。目的はブレアー逮捕だ。了解。おっしゃ。
入。わかる。今日の俺は一味違うぜ。指名手配犯トップエア扱いで、でも経歴を含めて全く素性は分かっていないわ。最大の特徴はブレアが行ったと思われる破壊工作には常に独特の痕跡があって、どんな武器を使ったのかが不明ってことね。しばらく潜伏していたようだけど、2年前に再び活動を開始した時にはすでにメタリカの首謀者を名乗ってるわ。ブレアを逮捕できれば事実上メタリカは壊滅できるはずよ。メタリカ潰しには手っ取り早く頭を逮捕ってことだな。なんか変だ。簡単すぎないか。なんか変な感じなんだ。おかしい。仲間の様子はどうだ。チャンネルオープン。敵はどうしたんだ。ブレイク、反応はないか。静かだな。チャーリー、次はどうだ。やっぱり臭い。まさか。敵は一つだ。さっさとやっちまおうぜ。そうだな。キリッと済ませて引き上げるか。ブレアの部屋はすぐ近くよ。気をつけて。前傾スリーセブンだ。これから大将を捕まえに行く。近くにいる者は援護してくれ。スリーセブン、一緒に行くぜ。俺も行こう。援護しろ。了解。後の者は周囲を固めろ。気をつけていけ。ここがフレア。大将、いつへ。どうか、人間ども。見つけろ。
話す。上で待ってるからな。最短の脱出コースは？コースデータチェック。あそこから逃げられる。クロッツ、急いで、時間が。前日の作戦はメタリカの罠だった。私たちは偽情報の出どころメガロテック社への極秘奇襲作戦を行い、メタリカの証拠を確保する。今度こそ叩き潰してやる。まもなくメガロテック社前に着地。戦闘モードオン。グレネードロック解除。仲間の針はきっちり返すぜ。行け、突入。エネルギー反応多数接近中。メタリカよ。ええ、大歓迎だぜ。チャンネルオープン。いいや、目的は敵の武器製造工場を叩く。武器供給を止めることにある。みんな熱くなりすぎるんじゃないぞ。分かったぜ、絶対ぶっ倒してやる。ああ、言われたそばからそれかよ。おい、前の周りだけ雨が蒸発してるぞ。いい加減にしろ。セキュリティシステムが作動開始したわ。気をつけて。当たった。いっぱい出てきやがって。
セブン。一気に追え。邪魔すんな。燃えてきたぜ。システム、その中枢の完全破壊よ。それを叩くわ。工場の機能は止まるわ。最短のコースデータを転送するわ。サンキュー、スティック長。
37ロミオに帰還せよ。どうしたんだケイト。これは地震じゃないわクロッツ。ケイト何が起こってるんだ。南3キロ地点に巨大なエネルギー反応。そこが震源よ。でも自然現象じゃない。何これじゃまるで要塞クラスだわ。まさかこんなところにメタリカの要塞が。メタリカの要塞。要塞ってどこにそんなものを隠しておいたんだ。マルコ、クロス、いよいよ最終決戦よ。了解。敵機動要塞は一区のビル街に向かって高速飛行中。街を破壊する気だわ。やつらやけくそになったらしいな。補給に手間取ったわ。要塞を追って。オッケー。クールに頼むわね、クールに。一貫人か。クロツ、冷静になって。あ
ところかなんだ。殺しめ、人間がか弱いかどうか試してみるんだな。あれがブレイハの力だったのね。使用した武器がわからないはずだ。クロッチ、ダメージはまだいけるわね。機動要塞は一般市街地に向けて攻撃を続けているわ。先発から応援要請が来ているの。機動要塞急いで。了解、箱舟急行する。箱舟への侵入を決行する。了解、釣り船。箱舟の底には砲台多数。砲台からの攻撃に注意して。俺たちも続くぜ。了解、チャーリーはロメオを踏み込んだ状態。シエル、閉じるなよ。これで最後にするぜ。ユニコーンへ。最後、AT も突入しろ。ユニコーン、了解、グッラック。よろしく頼むぜ、みんな。少数精鋭部隊剣山。おそらく動力は一番下にあるんだろうな。
機動要塞より緊急脱出する。レーダーと全センサーに異常発生。可視強化。分析不能のエネルギー検出。これはブレアの。ブレア？もう一回数したよ。そんな信じられない。こんな規模のエネルギーが一つの成功が出るの。クロス、機動要塞は上昇を続けているわ。動力は止めたんだ。間違いじゃないのか？支えてるの。このまま上昇を続けたら、ママにしてはいけない。俺はこのまま逃げるわけにはいかないぜ。クロッチ、要塞はロミオには追えない速度で上昇しているわ。このまま、まもなく通信圏外に出てしまう。登っている全体、そういったいだ。危険だ。冗談じゃねえ。こんな高度、飛んだことねえぜ。クロッチ、動けるのか。早く逃げろ。ヘラクレスに飛行可能圏を出しまう前に脱出しろ。
ふんわり部屋だぜ。生き物みたいだ。お前を探していたんだぞ。どうしても片付けないな。ダメよ、早く逃げて。一人で戦える相手じゃないわ。殺された人間の悔しさをな。脱出用のポットぐらいないのか。ケイト、スキャンできないか。通信店からはとっくに出たのか。やばい、両者が落下を始めやがった。ポットの位置はデータにないのか。ないのか。あー、もうコンピューターは苦手だぜ。アクセスラッキで帰れそうだ、ケイト。ほっ。何？いWe'll be right back.
The sounds you